ねぎです。今日も寝坊したのでヘボイトレをしていません。そんな日は何年かな。そうや。昨夜1時に500人突破しました。皆さんのおかげでちょっと一山越えました。まあ、まだ堂々と YouTuber とは言えませんね。1000人超えないとね。まあ、半分来ました。ありがとうございます。これでなんか特典があるみたいけど、まだ調べないと全然わからない。俺らしいね。まあでも気持ちがいいです。お友達が500人になったと思えたら、とっても嬉しいですね。ただの中年のおっちゃんが、まあ、まだまだお友達増やしたいし、仲間になっていきたいと思うので、ぜひ登録してね。チャンネル登録お願いします。まあ、だいたいこういう時に限って2、3人辞めたりするんですよね。だからあんまり、こう、高らかには喜べないですけどね。もう一曲、まあ、記念して、南沙織さんの潮風のメロディ、僕が中学校の時大好きだったシンシアの曲をいきます。あ、しまった、ちゃうかな、間違ってなかった。潮風に吹かれると思い出すあなたのこと、口笛を真似しても夏の日は帰らないの。もう一言言われたら恋人でいたのに、一人で歩く港、初めて口づけした日を、あなたも忘れずにいるかしら。夕暮れに手を挙げて呼んでみるあなたのこと、愛された長い髪、潮風が編んでいくの。もう一言言われたら恋人でいたのに、二人で数えた船、目と目で交わしたささやき、あなたも忘れずにいるかしら。もう一言言われたら恋人でいたのに、一人で歩く港、初めて口づけした日を、あなたも忘れずにいるかしら。B 判定50点以下へ。だって、このカラグはちょっとわからない。なぎでした。まだ遊び来てね。シンシアで塩かのメロディ。See you.